心電図ってなかなか読めるようにならないんですよ。本を読んでも講義を聞いても、心電図の動画を見てもですね、なかなか良い心電図が読めるようにならないんですけどその理由をですね、ちょっと感じてもらおうかなっていうふうに思うんです。これですね、あの、抜群なですね、PVC の理解をするスライドなんですけれども、心室性気外収縮 PVC ですよ。PQRST。まず、同結節から P 波が出て、同、防湿結節を通って右脚左脚流れていくと、これが正常が PQRST、PQRST ですよ。そして、気外収縮 っていうのは寝室から出てくる気外収縮が出てきてこう幅が広くなってそしてまた PQRST ってなるというふうに教わりますでこのおじさんすごいんですよこれですよ見ててくださいこれが PQRSTPQRST 出て気外収縮 PVC がどんなものかっていうのをですね体を使って表現してくれるんですよ僕これ大好きなんですけどこれ見ててもらっていいですか PQRSTPQRST 来ますよ来た <laughs> で PQRST QRST とっていうふうになるんですよね。あのー、ですね、これって、 すごく分かりやすいと思うんですけれども、ただしね、これだけだとなかなか読めるようにならないんですよ。で、こう次行きますよ。新出生の気概収縮 PVC っていうのは、通常の PQRST にこう、幅広いものが出てくるんですよ。幅広いものがですね、2回に1回でこうセットで出てくるのを2弾脈なんて言ったりしますよ。これが PVC ですよ。でですね、この新出生気概収縮の PVC は2弾脈になったり、多元性って言って形が変わっている PVC の形が違うものを多元性と言ったり、連発を したたりりすすする場合にはででねねペアととかかカップルとか言ったりです、ね、3つ続くとショートランとか VT とか言ったりするんですよね。で R 波の上に来る PVC のことは RONT っ,って、RONT から進出,進出サイドの方に移行していってしまうというふうに教わるんですよ。ところがですね、どうして読めないのかというのですねこれを体験ください。パッと そして私たち病棟のモニターとかですね、試験でもですね、どういう風に出てくるのかって、こうやって出てくるわけですよ。さあ、こうやって出たときに、あれと思うんですよ。これって何って。 ここになんかあるけど、このなんか形がなんか全部違うような波形が出てきて、えこれ何っていうふうに読めなくなっちゃうんですよ。そしてですね、これでですね、12 u 度になってみると、なおさら読めなくなっちゃうんですよ。なぜかって12 u 度って、ー波を見たり、心房細動かなと思ったり、あれこれ、心室性の気外収縮心房性の気外収縮とか、あれこれもしかして、心筋梗塞なのなんていうふうに、st が上がってるじゃん、なんていうふうに思っちゃうので、pvc のですね、授業を、いくら最高の授業を受けても、なかなかですね、 あの読めるようにはれななれいんですよで僕もですね医学部生をずっと教えてきてですね医学部生の6年生とか6年間卒業してきてそして研修医の先生たちに出会ってもやっぱり読めるようになってないんですよ心電図が読めないんですよ。で僕自身も実はエロそうなこと言ってますけど 読めなかったんです。だけど、僕が今読めるようになってきたんですね。読めるようになったんですけれども、それはなぜかなんでかなっていうふうに考えたんですよ。やっぱりですね、もう決定的に一つですね、あの、私たちと読めるようになった僕と読めない時の僕の違いですよ。決定的な違いは何かっていうと、単なる自分で読んだ枚数です。枚数だけなんだなっていうふうに思ったんですよ。なので、今日僕はですね、何をやるんかっていうと、 PVC をですね、大体30個持ってきました。30個持ってきてどうするんだと思うんですけど、30個の PVC をですね、繰り返し見るとですね、あ、これが PVC か、あ、これが PSC か、PSC 出ないな、PVC かってことがわかるわけですよ。そうするとですね、あ、なるほどなど、 PVC が読めなかった人がこんなもんが PVC かってことが分かるようになります。それからですね、もいやいやいや、PVC なんて俺も読めるよなんていう方いると思うんですよ。なぜかって PVC って明らかに形が違うので分かりやすいっちゃ分かりやすいんですよ。だけど、そんなちょっと苦労との方にも循環器内外が PVC を見たら何を考えるんかっていうことも分かるようになります。それからですね、 PVC もそんなの何を考えてるんかっていうの読めるしあの臨床でも使ってるってこともできているとか試験でも PVC と,とか読めるよという方にもいると思うんですけどもそれだけではなくて神殿の読み方じゃなくて PVC って一体どういうふうに治療法を考えていったらいいのかどうやって薬物療法していったらいいのかっていうのを今日は説明しますそれだけじゃなくて PVC っていうのはですね 危ないい PVC がるんですよ。うわ、これ危ないってこの予兆みたいな患者さんがですね、心室頻拍とか心室イドになる前の予兆、この PVC 危ないよっていうやつがありますから、この PVC の危ないっていうのがどんなものが危ないか、どんなもので気をつけなきゃいけないのかっていうことも説明していきたいかなというふうに思います。ですから、今日この PVC のですね、 PVC の波形だけ見たらすごく簡単だっていうふうに思うんですけれども、だけれども今日もうこれをですね、全部やると皆さんはきっと PVC についての理解が得られるようになるので、必ず現場で使えるようになってくるというふうに思います。ではですね、まずですね、初めにモニターですね、モニターレベルですよ。モニターレベルの PVC をですね、これからですね、10本出していこうかなというふうに思いますので、いいですか いきますよ PVC ですよ PVC 結構簡単なんですよ。さあいきますよモニターの1個目モニター10本いきますからね。はい これが PVC です。ああ <laughs>、このモニターがですね、こういうふうに出てきましたですね。そういう風にですね、明らかに形が違う,違うものってこれですよね。なので、PVC ですね、形が全然違うからすごく簡単なんですよ。で、この形が違うの,の中でもこの、この PVC の中で、これを例えば QRST とするとですね、ポイントっていうのは逆向くんですよ。QRS と逆に向くことが多いですよ、と。 いうことが一つのポイントそれからですね、PVC の前に波あ P, 波 P 波がないよというのも一つポイントです。予想されるよりちょっとだけ速くなるよというようなですね、それがですねあの PVC なんですよ。じゃあですね、次ですよ。次、モニター2つ目いきますよ。PVC 見てもらいますよ。さあ、どれが PVC かわかりますか簡単ですよね。 形が違うものを見つけてくればいいんですよ。そしたらですね、あの、だいたい、こ、この辺なんかこれ PQRST、PQRST、PQRST ってあるので、これ正常だなと思うとですね、これがちょっと形違うんですよ。まあ、モニタシンデでちょっと難しいんですけどね。こういう、ね、形が違うものが2つあるので、あんまりですね、迷わずに、形が違うものを見つけたら、あ、これ PVC だっていうふうにですね、考えられるとすごく嬉しいです。え、これ PVC なのなんてふう風に思っちゃうかもしれないんですけども、予想されるよりも、 予想されるですね本当はこの,この心拍だとすると予想されるよりもちょっと早いもの。 早いものを気概収縮と言います。じゃあ、気概収縮でこれとこれ一緒なのというとですね、ちょっと幅広いということで、これが PVC になります。気害収縮になりますよということなんですよ。だから、これは気害収縮。で、ここでのポイントっていうのは、この PVC の中の形も違うよってことですよね。二つ、これとこれって形がちょっと違うじゃないですか。下向きとちょっと上向きみたいな感じですね。なので、こういうのを多元性の PVC というふうに言いますよ。ではですね、三つ目いきますよ。 あの、Q っていうのが残り9個ですよ。残り8個ありますからね。残り8個で、とにかくですね、PVC がまず読めるんだぞというのをですね、体験してください。次行きますよ。はい。PVC はどれですか <laughs> ですね。<laughs> あのこれ、これ見てます。PQRST、PQRST、普通の脈ですよね。で、あの、これですね、もう形が違うから PVC って超簡単じゃないですか。これがですね、単元性ですね。形が1個しかないので、 ああ、単元性の PVC ですよ。PVC って形がもう明らかに違うからすごい簡単なんですよ。じゃあ複数しますよと。この QRS 波形みたいなやつと全く逆の方向に向きますよと。それが特徴的な PVC ですよと。それから本来は P 波がですね、本来、本来の P 波っていうのはこのぐらいの間の間隔できますから、きっとこのぐらいの間なんでしょう、きっと。 ここに P 波がいいるんだと思います。でも P 波と QRS 波形が重なっちゃってるんで P 波が見えないんですね。この場合はですねあの。これが進出、気外収縮なんですよと。じゃあですね、次にですね、今はですね、今まで同調率の PVC っていうのを見てきたんですよ。でも私たち同調率の不整脈の方、あの方だけじゃなくて患者さんによっては心房細動ってあるじゃないですか。心房細動に気害収縮 PVC っていうのも実はぶつかっちゃったり、 あったりすするんですよそれを次ご覧にいただきますよ。それがですね、7、残り7個目になりますね。次いきます。それがこちらです。これですね。これ基本的な調律がですね、心房細動なんですよ。このような細胞波があるよってうですね。これなので、基本的には心房細動なんです。で、心房細動の中に、ほら。 一つ波形が全然違うやつがあるじゃないですか。これが PFC なんですよ、ね。超簡単ですよね。ねあの QRS 波形と 基本的なですね、逆に向いているというのですね、超簡単なんですよ。そうそうですね、PVC っていうのは、もうモニター心電図でも明らかに PVC で形が違うので、すごく簡単だよということです。ですから、誰でも結構初心者でも診断できるのが PVC なんですよ。じゃあ、PVC がですね、例えば病棟で患者さんが、例えば PVC を見つけたとかね、例えば健康診断で自分自身が PVC だったとか、お父さんが PVC だって言われたと。じゃあ、どうやって治療するのか、どんな薬を を飲んだらいいのかそれをですねご覧にいただきますそれがこちらです基本的にはですね pvc はですね交付生脈 pvc の治療は行いません これちょっと驚きじゃないですかた。ただしっていうのがあるんですね。気質的疾患を伴わない PVC。これどう,どういうことかっていうと、簡単に言ったら新エコーやってください。心新エコーやって心臓の見た目が正常だよ、と。っていうのですね。もしくは、心電図を撮ってみて PVC 以外は異常な所見がないですよっていう場合ですね。そういうのを気質的疾患を伴わない PVC っていうふうに言うんですけども、そういった場合ではですね、こう、抗不生脈学の投与はいらないよっていうんですよ。じゃあ、 気質的疾患を伴うものって何かっていうと、例えば有名なのは重症な弁膜症があるとか、えー、心筋梗塞を起こしたことがあるとか、何かの心筋症、拡張型心筋症を言われている、肥大型心筋症を言われているとか、そんなのですね、心臓の何か病名がついている人で PVC ですね、がある人を気質的疾患というふうに言います。 そんなような方は、こう、あの、抗不正脈薬を投与を考慮するんですけれども、基本的には健康診断で見つかって心臓が元気な心臓の超音波をやってみて、検査をやってみたら心臓全然大丈夫だったよという場合には、そのまま、えー、PVC をが、えー、そのまま CVC を治療しないで見ておくことが多いです。さあですね、モニター心レンズに戻りますよ。残り6枚です。 さあ次いきますどんな PVC が出てくるんでしかさそもそも自分で PVC が読めるかどうかチェックしてくださいね。さあどうですか PVC 分かりますかわ <laughs> かりますかでもいい加減にしろと思いますよね。PVC って簡単なんですよ。見てください。これですよ。これ。これも形が違うんで、明らかに PVC っていうふうにですね、言えるんです。ところがですね、私たちこれ訓練ですから、読む訓練をしてますから、PVC ってどういうものかっていうのをですね、いいですか予想されるよりも早いものを気概収縮って言います。で気概収縮のうち、形が全く一緒なものを PAC、辛抱性の気概収縮と言います。で、形が全然違うものを PVC って言います。じゃ ちょっと確認してみようかなというふうに思うとですね、QRS、PVC のこの波形がですね、前半が QRS みたいなやつがポジティブだったら全く逆の方向に行きますよというのが一つ確認する方向かなというふうに思います。じゃあですね、PVC ですね、次行きますよ。次5個目、残り5個の PVC さ、どんな PVC が出るのか、どんな PVC、どんなモニター診て図が出るのか、自分で PVC が読めるかどうかチェックしてください。 さあ、これです。さあ、PVC 読めますかよ、<laughs> ね、良かったです。あの、分かっていただいて嬉しいです。はい、これです。これが PVC ですよ、と。上に行って下に行くような形になってますね、と。それからですね、ここに書いてありますが、PVC の後、少し伸びる。気概収縮の後にですね、少しスーッと伸びます。なので、伸びることが多いんですけど、なので、えー、基本的にはですね、あ、これすごい序脈だ、というふうに思わないで、予想される。あくまでもこっちから読んでいくんですよ。 こっちから読んんででいくんですよトントンってあ予想されるより早いやつがボンときたそしたらちょっと休んでまた PQRS で必ず P から始まっていくんですけどこういうものを「気外収縮」っていうんですよじゃあ気外収縮ってこの例えばですねあの基本的にはさっきですねちきちあの治療しないっていうふうに言ったんですけども,も例えばですよあの症状がすごく例えばもう 気外収縮 PVC が多すぎちゃって、なんかもう症状が出て困るんですけど、私、気質的な疾患ないんだけど、なんかなんか症状が出て困っちゃうっていう人は、実はい,るいらっしゃるんです。じゃあ、そういった方に、この PVC がたくさん出る人に、どんな薬を私たち循環器内科医は飲んでいただくんかっていうと、大きく分けると二つ、2種類の薬の可能性があります。それはこちらです。 ベータ遮断薬とカルシウム拮抗剤ですね。あの、例えばベータ遮断薬でカルシウム拮抗剤っていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、ワソラン、ベラパミルとかですね。そういうやつで治療することがありますよと。基本的にはですね、症状があるってことですよ。この脈が飛ぶ感じ、うってくるような感じがもう、もう、ももう、貧困にもう、起きすぎちゃって、 もうすごく多いとか、多くの多元性の PVC って、その PVC の形がいくつか出てきちゃう、二つ以上出てきちゃうようなやつで頻度が多くて、なんか困ってる症状、これ何とかしたいっていう場合には、どうするんかっていうと、ベータ遮断薬かカルシウム拮抗剤を投与します。基本的に私の考え方は、脈、あの、すごい高度な除脈がない、例えば除脈がなければベータ遮断薬を使うことが私は多いです。 じゃあですね、次いきますよ。残り4つですね。モニター心電図。さあ、読めるかな次いきますよ。こちらへどうぞ。はい。どれが PVC でしょうどれが PVC でしょうって言い方よくないかなうん。これですね。モニター心電図だと思ってください。PQRST、PQRST、PQRST、PQRST。これですね。はい、来ました。 これが PVC ですよということです。で、ここにですね、あの、これ逆光性の P 波が見られることがあるって、これ PVC のことですね。PVC って逆光性の P 波が見られることがあるんですよ。これどういうことかっていうと、ちょっと絵描きますね。通常は、えっ、ー、と、上から刺激がこうやって右脚、左脚って来るわけじゃないですか。ところがですね、この PVC が例えば、ここから出たとしましょう。そうするとですね、ここからですね、電気がこう、 電動していくわけですよ。そしてですね、この電動が当然上にも行くわけですよで。防湿結節を通ってですね、こっちの方に広がっていっちゃうんですよ。で、それが、これだと。 ということですね。なので、逆光性の P がですね、右心房の方に登っていってしまうっていうこともあります。なので、PVC を見たときに、あ、こんなところに後ろにノッチがあると、なるほどなーっていうふうにですね、これは逆光性の P だなーなんていうことも、あの、わかるっていうこともあります。じゃあですね、まあ、今まで PVC、多くはその単発っていうのを見つけたんですけど、危ない PVC ってどういうものかって うわ、これちょっと気をつけた方がいいかもみたいなですね、PVC がありますんで、そちらをご覧ください。それがこちらです。残り3枚だ。ね、これですね、トントン来てですね、これですね、トントントンと3つ形が違うのが来て、また2つになってるわけですよね。これっていうのがですね、PVC の3連ですね。っていうふうに私たち表現します。で PVC が3連並んでしまうと、私たち NSVT っていうふうに言います。n s いうのはノンサステイン VT ですね。サステイン VT っていうのは30秒以上続く危ないやつですね。1分とか、そのバターンとも倒れてしまったりですね。あの、30秒以上続く PVC をノンサス,サステイン VT っていうんですけど、これっていうのは、あ、すいませんね。えー 1> 1, 2, 3連でで終わわってるわけです。そしてあのし自分の普通の同調率に戻っているのでこれですねこういうのをですね続かないやつでノンサステイン VT でノンサスノンサスとかノンサス VT とかっていうふうに私たち言います。じゃあですね このような、その危険な危害収縮、VT の,の3連みたいなやつですけど、どんな不正、どんな PVC が危険な PVC なのかっていうのをですね、これちょっと説明したいと思うんですよ。もう PVC の心電図ってそんなに難しくなかったんで、その、どんなものが、例えば1時間に何個以上出ると危ないんだよとか、あの、形がいくつ出たらとか、この3連以上とかそういうのいっぱいあるんですけれども、あの、どんなものが一般的に危険な PVC と、 認識されているんでしょうかです、ね、うかとも知らない皆さんいたら超ラッキーですよこ。これですね、めちゃくちゃ重要なんで、なぜかというと PVC 読めるわけですから、ここをです、ね、よーく押さえておいてください。さあ、危険な、こんなこんな PVC が危険です。みたいなですね、こんな危険な PVC、どうぞ、それがこちらです。えー、1時間に 30, 30個以上、1時間に30個以上、性多形性形,形が。 あのいろいろ出てきちゃう。3連発以上。RONT 型の PVC ですね。連結器の短いものをって、これ基本的に、まあ、RONT みたいなものだと思ってください。こう、普通に PQRST ですよね。こういったところにですね、PVC がボーンと乗っかってくるやつですよ。 こういうのをですね、危ないものですよということですね。それからですね、運動不可児、運動、トレッドミル運動不可試験ですね。で、脈拍がだん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 こう、速くなってくるわけじゃないですか。脈拍が,レートが、例えば安静時が70ぐらいだったとか、脈をどん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 100を超えて120とかになってて130ぐらいになってくるときに、PVC がですね、トン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 と出る人がいるんですよ。それっていうのはですね、結構危ないんですよ。運動誘発性の PVC っていうのがあるんですよ。それっていうのは結構危険な PVC の可能性がありますから、よく心臓を調べた方が いいですよというやつです。じゃあ実際にですねあの、特にですね、この、この、これはですね、非常に危ないので、このですね、えー、モニター心電図をちょっとね、ご覧にいただこうかなと思います。目に焼き付けておいてくださいよ。なかなか見れないですからね。それがですね、こちらです。だからこ、こんな残り2枚ですけどこ、これをですね、見つけたら危ないんですよっていうやつですね。さあ、これがそうなんですよね。ここに PVC が 1,2,3,4, ここで言うと5連、まだ続くと思うんですけど、5連あるんですけど、3連以上続くと、基本的には VT になります。それで、このように RONT って書いてあるんですけど、どういうことかというと、いきますよ、P。PQRST。PQRST。PQRS。QRS の途中ですね。の、の T の途中。T の途中に、 PVC が乗っかっちゃうんです。これのことを RONT って言うんですよ。これですね。こいつ。こいつがこんなところにポチンって乗っかっちゃったばっかに、えー、VT になってしまうよというです。ですからこの RONT の PVC がですね、出てきた場合には非常に気をつけましょうねということです。じゃあですね、最後の1枚のモニターシンデレンズの PVC に行きます。これさあ皆さん読めますかうん。簡単ですね。PVC はどれですかってね。これと、 これと あれですよと超簡単ででしたねあの PVC ですね PVC すモニター診断上の PVC っていうのはもう形が全然違うよとで予想されるより早いものでよと QRS と PVC の,の、ね、逆,逆方向に向くよみたいなもうそんなもんでも,も十分で PVC って読めると思うんですなので PVC 自体の読むっていうのはそんなに大変ではないんですけどもあのじゃあじゃあじゃあねもう分かったよとこれでもう PVC 読める可能性があるよなんてうふうに思うかもしれないんですけど次にですね,うのはですね12誘導レベ ののベルに PVC どううなのかっていうのをですねちょっと見てみたいと思うんですよ。で、こ,この次の心電図を見てもらいたいんですけど、じゃんこれが12誘導の PVC なんですよ。これ、よーく見てください。さ PVC どれだって言って分か,る分かりますか皆さん。分かりますかね。はい、ありがとうございます。PVC どれだって言われたらですね、これがトーン、これですよね。これ PVC ですよ。で、ここも PVC ですよね。 形が違うので、ここも PVC です。まあ簡単に言うと形が全然違うので。そうするとですね、この3つ PVC があるわけですよ。あこ、こ、ここの、この1、2、3、4、ここ,こですね。 これはですね、PVC かどうかって言われたらですね、これ多分ですね、PVC じゃないですが。あの、詳しい話はちょっと置いといて、これあの、で、ほとんどすごく形が、形がちょっと違うんですけど、ものすごく形が似てるんで、同じような電動を通ってちょっと残り電動がちょっと疲れてるみたいな、何言ってるかわかんないですね。でも、いずれにしてもはここではですね、PVC がこれ3つだと思ってください。このようにですね、12度新レンズで PVC って、 結構簡単に診断できるんですよと。これ見たらですね、はい、あ、はい、これ PVC ってわかるじゃないですか。なので、あの、重入道でも PVC って結構、そんなに難しくないんですよ。もう派手に違うので、あの、難しくないんです。だけどですね、いいですか。ここではもうちょっとすごいことやりますから。 もうちょっとすごいですよ。循環器内科医がこの PVC を見たときに何を考えてるのかっていうトレーニングをしましょう。なぜかというと、モニター心電図も PVC 簡単なんで、いいですか。私たちはそのさらに一歩ですね。私たちが何を PVC のときに考えてるのかっていうですね、トレーニングをですね、これから20枚、残り30枚であってですね、今モニター心電図終わりました。これから重入道の10枚、それから重入道の10枚いきますよ。で、この10枚と10枚って実は同じ心電図なんですけど、20枚をですね、PVC をですね、循環器内科医がどのように考えてるか。 入えているかっていうトレーニングをしたいと思います。でもしこれがですねついてこれなかったとしても大丈夫です。ここにあそんなこと言ってたなっていうですね動画があったってことを頭の片隅に覚えておいてください。そしたらいつかですよいつかこの今から説明することが役に立つ日が来ます。さあ行きます。まずですねここにですね例えばですね。 寝室気概収縮がここから出たとしましょう。ここから出たとすると、電気はですね、こっちに流れるわけですよ。簡単に。簡単に言うと。じゃあ、この時に PVC ってどうやって見えるんかっていう話なんですよ。ここにですね、アイントーベンの三角ってあるんですけど、すごい簡単に言いますよ。23AVF っていうのは心臓下から見てるんですけれども、23AVF で陽性になる。これがですね、上からこう電気が こっちに来るわけですよ。そうするとですね、もし、気外収縮が、寝室気外収縮が上から、上からっていうのは心臓の基部ですね、ここ。基部の方から電気が、気外収縮が出てくると、2、3AVF で上向きの PVC になるんですよっていう。 ですよつまりですね、これ何かっていうと、PVC って分かるわけですよ。PVC って分かるんですけど、あ、僕たち PVC なんても読めるのは当たり前だよ。だけども、PVC が実は心臓の上から出てくるのか、下から出てくるのか分かるんだぜって分かるようになっちゃうんですよ。じゃあ、いいですか心は PVC は、そうか、2 3 a v f で上向いてるやつ、上向いてる QRS 波形が上向いてたら、あ、これ心臓のね、寝室のね、器部の方から出てんだよってことが言えるわけですよ。でもですね、逆もあるんですよ。もしもですよ、 心室の心線部の方、心線部の方から気概収縮が出たとしましょうよ。心臓の下の方から気概収縮が出ると、23ABF から離れている方向に行くので、PVC の 23ABF がマイナスになるんですよ。下向くんですよ、23ABF が。だから、循環器内科いは、あ この PVC を見たときに、単なる PVC じゃなくて、あ、どっから出てるんだ。心臓の基部から出てるか、それから心臓の新線部から出てるんかってことが予想できるんですよ。超かっこよくないですか単なる PVC って読めて終わりだけじゃないんですよ。さあ、じゃあこの重入度を見てみましょうよと。どうですかいいですか ?2、3、AVF で上向きなんですよ。いいですか 2,3AVF で上向いてるっていうことは、例えばですよ、ここに図がありますけど、心臓の基部の方から気外収縮がポンと出たとするじゃないですか。そうするとですよ、電気はどういう風に流れるのかっていう、難しいこと考えなくていいんですよ。 上から、真臓の基部からいきなり気害収縮がポーンと出るわけですから、電気がずっと下向くわけですよ。そうするとですね、いいですか。2、3AVF の方から覗いてみると、電気が来るからプラスになるんですよ。そうするとですね、これですよ。2、3AVF がプラスなんで、この心電図を見た瞬間に、あ、新基部から PVC が出てるってわかるんですよ。超すごくないですかあ、<laughs> 乗せた。 なので、PVC を見たときに、この2 3 a、v、f ですかいいですかはっきり言って僕2 3 a、v、f ぐらいしか見てないです。2 3 a、v、f が上向いてたら、あ,あ、新規部だっていうの分かるんですよ。超かっこいいですよね。じゃあですね、上からで、そうするとですね、あの、この新質って、なんかね、その気部とか新線部とかって言うんですけど、それだけじゃなくて、こっちのですね、左質と右質ってあるわけですよ。 で、この PVC が左室から出てるか右室から出てるか判別できたらめちゃめちゃかっこよくないですかすごいかっこいいですよね。で、これがですね、実はね、わかる方法があるんですよ。この方法をですね、ちょっと教えたいなーっていうふうに思うんですけども、まずですね、こっちが例えば右脚だとしましょう。右脚。で、こっちが左脚だとしましょう。一般的な右脚ブロックってどうなるのかっていうと、V1 の ところが RSR 出して V1 の R がすごく上がるんですよ。V1 の R が RS ダッシュってあのう客ブロックが。で、う客ブロックっていうのはここのう客がブロックされるわけですよ。だから電気がどういう風になるのかっていうと、おっとっとっと防湿結節から来ると、う客がブロックされてるわけですから、左の方からこう流れてくるんですよね、電気が。これがポイントなんですよ。う客ブロックは左から電気が流れてくる。っていうですね。ちょっとこれだけ覚えておいてくださいね。次のスライドいきますからね。 さあいいでですすか。右脚ブロックですよ。ここにもし気害収縮が起きたとしましょうよ。寝室の気概収縮が起きたとしましょうよ。そしたら電気こっち流れますよね。これって、右客ブロックと同じ電気の流れ方してるんですよ。これちょっとついてこれるかな。例えばですよ、いいですか。この電気ですよ。右脚ブロックがあるわけじゃなくて、 ここからポチンと来るから、電気がこっちに流れるんだぞと。これだけちょっと覚えててくださいね。いいですか電気が、えー、と、右から、右から左に流れるんだぞ。ただそれだけですよ。いいですか右から左に、ただそれだけ流れるのを覚えてくださいねで。右脚ブロックの時に行きますよ。ちょっと右脚ブロックって、この右脚がブロックされちゃうわけですよ。右脚がブロックされちゃうんで、いいですか右脚通らないんですよ。で、左から流れてくるわけですよ。左から流れてくるんですよ。だから、もし、PVC が、 右脚ブロックのような波形を示していたらその PVC って左室から出てる可能性があるんですよって超かっこいいですよね何言ってるか分かんないと思うんですけどいいですか次行きますさっきと同じ心電図行きますよ今度はですねこっちのです、ね、右脚ブロックがこの PVC がですよこのこの PVC ですよ PVC が右脚ブロックか左脚ブロックか どっちに近いかだけ見ればいいんですよ。でですね、これ見ると V1 の R が高いタイプですね、V1 の R が高いタイプっていうのはどっちかといったら右脚ブロックタイプなんですよで。右脚ブロックタイプっていうのは左室から出るんですよ。おお。 なかなかマウスだと難しいですね。左室から出てくるんですよ。だからそうするとですね、いいですか ?23AVF で、あ、そっか、心臓の上の方から出てるよってことがわかるわけですよ。そうするとですね、あ、これ右脚ブロック型だ、だから左室から出てるんだってことがわかるんですよ。だからそうすると、この機外収縮、この PVC ってどこから出てるのかって言ったら、 差質の新基部から出てるんだっていうことがわかるんですよ。超かっこよくないですかいいですか ?PVC を見た瞬間にこれもう、もうね、あ、ああこ,、ねこ,ね、これね、これ見ると、ああ、差質の、あのー、規部から出てますね、とって。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ってことがあるんで、うってうことが読めるようになるんですよ。と、今日そのトレーニングをしようっていうんですよ。で、あの、一つの図にね、まとめました。 まずですね、PVC の起源を知るために、えー、心臓をですね、この PVC はね、左室しか見ないんですよ。まず1、左室しか見ないです。そして、心気部か心旋部かって言います。心臓の根元を気部心、左室の上のところを気部、そして左室の心旋部、尻尾の方を心旋部って言うんですけども、いいですかすごい簡単に言いますよ。右脚ブロック型の PVC だったら左室だってこと。 一方で、左脚ブロック型の PVC だったら右質だよってこと。だから逆にすればいいだけですよ。あの考え方によっては。左左、左脚側だったら左だったら右質。右だったら、えー、左質ってひっくり返せってことですよね。で、これですね。新規部か新線部かどうかっていうのって実はすっごい簡単で、ね、23AVF ですよ。23AVF がもし下向いてたとしましょう。そしたら、下だよって指してくれてるイメージなんです。 何言ってるかわかんないんで次行きますよ。いいですかまたさっきと同じ心電図をですね、この図を使って見ても、やってもらいますからね。いいですかこの図がここにありますよ。さあ、この重入道心電図を見たときに、はい、まず、あ、これは何ですかと。これ何と。まずこっからですよ。スモールステップです。あ、これ何って言って、あ、PVC だっていうふうに分かった。 いいいじゃないですか、分か分った。今まではこれで終わりですけどさあ私たちここから循環器内科は何を考えているのかさあこの PVC を見た時に 23AVF であプラスだあ新規部だって分かるわけですよあ新規部だってなぜかというと これわざわざ 23AVF がこっちだって刺してくれてるんですよ。23AV がさっきの難しい理論はさておきですよ。いいですかあ、そっか、こっちだって上だって刺してくれてるんですよ。わざわざ 23AVF が教えてくれてるんですよ。そしたらですね、この PVC の形を見たときに、あ、右脚ブロック型だと。右脚ブロック型、このわざわざ左室のとこにわざわざ右脚ブロック型って書いてあるんですけど、あ、右脚ブロック型って V1 の R が高いやつって、あ、これ差出だってわかるわけですよ。だから、あ、 PVC の起源ってもしかして差出の基部だっていうことがわかるんです。いいですかいいですか簡単じゃないですか超簡単ですよ。次行きますよ。これ10個やってきますから、絶対できるようになりますから。さあ次の心電図見てみましょうよ。まずですね、えっ、ー、と、PVC はどれか、あ、これだなと。 二つあるなっていうことがつくわけですよ。予想がつくわけですよ。さあ、その時に、あ、まずですね、こ、ここを見た時に、えー、っと、残念ながら2 3 a v f のところに PVC がないので、新規部か新線部かは、この、この重入動心電図ではわかりません。 だけど、もしかして、左出か右室かってことは分かるかなっていうふうに思います。じゃあ、V1 の R がですね、こう、上に行かないやつ、これ左脚ブロック型なんですけど、左脚ブロック型っていうのは、本来のそのブロックのない、えっ、ー、と、心レンズと似てるような波形の形を示すんです。ちょっと幅広いですけど、そうするとですね、これ左脚ブロック型なんですよ。左脚ブロック型だったら、あ、右出側にあるんだなっていうことがですね、これ右出から、室側から出てるってことが分かるんです。 右室側からで、これ見たときに、あ、これどちらかというと、どちらかというと V1 の R が高い方だから、あ、これ右脚ブロック型だなっていうことがわかるわけです。そしたら右脚ブロック型は左室から出てるんだなと。 いうことがわかるので、これはですね、新規部か新線部かっていうのはわからないんですけど、あ、これって右脚と右室と左室と両方の方から出てるんだぞってことがわかるわけです。そうすると、あ、これが多元性の PVC だっていうふうにわかるわけですよ。超かっこいいですよね。さあですね、次はどんな心電図が出るんでしょうか。これのをですね、どん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 ですね、鍛えていけばですね、あっという間にできるようになりますからいいですか次いきますよ。まずですね、PVC はどれですか PVC は、ここと、ここと、ここ。今なんか PVC いっぱい出ると嬉しくないですかだって僕解説、解説するんですよ、皆さん。いきますよ全然いいですかあ、おー、これ、23AVF どうですか ?23AVF。23AVF 23、下向いてません下向いてますでしょそうすると 23AVF が、どこだ新規部か新生部かって言って指さしてくれてるんですよ。 指さしてくれてるんですよ。こっちだって言ってるわけですよ。わざわざ。いいですかそしたら、あ、なるほどなと。これ、新線部からこの着替え収縮出てるわってわかるわけですよ。そしたらいいですかこっち見てるかあ、V1 の R が高い。これ、右脚ブロックタイプだ。右脚ブロックタイプだから、はい、この辺にポチンって。ああ、この辺だ。新線部の左室から、この着替え収縮出てます。って言えるわけですよ。すごいですよね。 さあ行きますよ。いいですよ。いいですか。まだ、19、8って、まあ、3枚ぐらいしか読んでないですから、全然全然ですね、あの、パッと読めなくたって全然構わないですから、あの、今はですね、こうついてくるだけで大丈夫ですからこ、これがトレーニングですよ。いいですか。教科書をいくら読んでったってですね、PVC なんてわからないんですよ。だけど、この方法だったら皆さん絶対読めるようになりますから、行きますよ。次行きますよ。残り7枚です。 いきますよはいまず PVC どれですかとあ PVC どれだってこれだと PVC これですよっていうことが分かりますけどああとこれなんだってこれパッと見るとですねあこれ心房細動だっていうふうに分かるわけですよ心房細動ってどういうふうになってるのかっていうと電気がですねこうもうひっちゃかめっちゃか心房がですねいろんなところがこんな感じで 興奮してっちゃうんですよそれのうちのどれか1個がたまたま伝わるんです。どれか1個がたまたま伝わるんです。だから、この RR がバラ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 になっちゃうんですけどね。これが心房細動ですよ。今こんな心房細動の人にどんなことが起きたのかっていうと、あ、これ2、3AVF のプラス上だ。 23FF が、おい、新規部から来てるんだぞって教えてくれてるわけですよ。ああ、新規部から来てるよってことが分かるわけですよ。ところが、残念ながら、こっちの方に、えー、胸部の部分方に、あの、PVC がないので、右脚ブロック型か左脚ブロック型かが分からないので、分かんないんですけど、いずれにしろ、あ、上から PVC が来てるんだぞということが分かりますよ。っていう。超すごくないですかじゃあ、いきますよ。残り6枚、残り6枚いきますよ。さあ。 どんな PVC が出てくるしか、ど、どこからの期限の PVC が出てくるかと。まずですね、いいですか。12度心電図を見たときに、はい。まず、この PVC ありますかありますかってあるに決まってるんですけどね。形が違うのはどれですかって書いてあるんですけど、これですよね。 これがもう PVC ってわかるわけですよ。超簡単ですよね。じゃあ PVC を見たときに、私たち循環器内科を見たときに、ああ、この PVC か。あ PVC だね。じゃあ、あなるほどね。2、3AVF は上だから、あこれ上から出てるわってことがわかるわけですよ。ね。2、3AVF から聞くと、ああ、これ上、新規部の方から出てるな。これでも、右質なのかな左質なのかなっていう目で見ても、あ、残念と。 こっちの方に恐怖の PVC がないから、右質か左つかはわかりませんよっていうことですよ、ということがわかるんですよと。ですから、あの、循環器内科医っていうのは、もうちょっとその違うことを考える。なぜかっていうと、もしその期限がわかればですね、私たちそこのところですね、どうやってアブレーションといってこう焼いていくんだとか、そういったことにですね、あの、使えるんですね。なのですごく大事なんですよということです。じゃあですね、あの、どうやって、 この例えばですよ、ここに PVC が出るわけですよ。PVC が出るんですけど、どうやって一般的には治療するのかっていうのをですね、ちょっと説明したいと思うんですけども、PVC をですね、器質的疾患が伴う PVC は治療した方が良い。気質的疾患がない PVC は治療しなくていいよっていうことなんですけど、器質的疾患がある PVC を私たちはどのように治療を考えていくのかっていうと、それがこちらです。 技質的疾患に伴う PVC ですね。いいですか総心拍の10%以上ですね。例えば心拍数が、えっ、ー、と、1日大体人間で10万発打つんですけど、10万発中のあ10%ですから、PVC が1万以上を超えてくる場合には、 ちょっと治療をした方がいいんじゃないか。じゃあ、どんな治療をするんかっていうとですね、ベータ遮断薬、アミオダロン、メキシチレン、それからカテーテルのアブレーションですね。で、すごくハイリスクの場合には ICD を考慮しなさい。例えば、イジェクションフラクションがすごく悪くて10%以上出てるようなやつですね。ああいったものっていうのは10%以上の PVC が出てるもので、薬物療法をやっても PVC が抑えられないという場合には ICD を考慮してくださいねというようなことをやりますよということですね。これが基礎的疾患に伴う PVC の治療ですよということです。じゃあですよ。さあ次どんな PVC が出てくるかなというふうにね見てみましょう。さあ、まずですね、PVC はどれですかと。 あもう PVC 読むなんてもう超簡単じゃんなんていうふうにですね、できるわけですよ。じゃあ、おーお、PVC2 つあるわって、これなぜかっていうと、なでこれが PVC って言えるかっていうと、予想されるもの早いものを機械収縮って言って、で、PVC っていうのは形が全然違うよと、そしてこの QRS が全然上向いて下みたいな、上向いて下。 上向いて下みたいな感じで、あの、形が全然変わ、あの、逆転、上下が逆転しますよ、ということですね。それが出てくると PVC だよ、ということがわかります。さあ、ですね。これ見たときに、おっとと、23AVF でプラスだわ、っていうことがわかるわけですよ。23AVF でプラス、これはですね、23AVF はですね、上だって指してくれてるわけですよ。ああ、そうか、と思ってですね、そうすると新規部だな、ってことが予想できるんですよ。そして、あ、こっちの胸部誘導に、 PVC あるかなと思ったら、ここにいるんですよ。じゃあ、これですね、右脚ブロック型か左脚ブロック型かって、これどっちなんだろう。えどっちだろう。まあ、僕、これ左脚ブロック型だと取ります。例えばね、左脚ブロック型というふうに、例えば取りますと。そうするとですね、えーと、右室の基部の方から PVC が出てるんだよと。 いうことが分かるわけですよねあーだからすごいねって、重乳度ってすごいですね。これモニター心電図では分からないですよ。モニター心電図では分からないですけど、重乳度心電図だからこそ分かるんですよということですね。じゃあ次いきますよ。残り4枚。いきますよ。どんな、どんな PVC が出るのかですね。はい、PVC どれですか。はい、そうですね。これですね。 これが PVC ですよと予想されるよりも早いですね。ということですね。じゃあ、これはどんな PVC ですかって言ったら、あっ、右脚ブロック型の V1 の R がですね、RS ダッシュタイプのですね、あこれ右脚ブロック型の PVC だってことが分かるわけですよ。そしたらですね、右脚ブロック型。なので、左室側からの PVC だっていうことが予想がつくわけですね。 いうことですだけどこっちの2細分の方こっちの方で PVC が出てないからわかんないんで左出側の方だなっていうことがわかるよということです。じゃあ PVC っていうのは1日ですねどのぐらい出ると あの危ないかっていうとう、ね、さっきあの大体です、ね、10%以上っていうことです、ね、10万発のうち1日10万発の総心拍のうち1万発以上ですよね、なってくるとそのハイリスクだよというふうに言ったんですけどどんなリスクがあるのかってです、ね、あのたくさん心室、頻拍とかそういうのがあるんですけど実はです、ね、心筋症っていってです、ね、イジェクションフラクションがどんどん,どん,どん落ちていってしまうです、ね、あの危険もあるんですよ。 それがこちらなんですけど、あまりにも PVC が多くなっちゃうと、 この不整脈誘発性の心筋症ですね。PVC 誘発性の心筋症って言って、こう心筋がですね、こうまあ、簡単に言うと疲れちゃうわけですよ。PVC が多くて。なんか、この、この,あのおじさんの足がこんな、足からこんなに来るのをですね、一日にもですね、その1万発以上もやつってたら疲れちゃうじゃないですか。そういったものが出てくるので、PVC の数が多いもので、その拡張型心筋症みたいにあの起こしてしまう心筋症があるんだぞということを覚えておいてください。ではですね、次にですね、 12度心レンズで危ない PVC いきますよ。PVC、危ない PVC いきます。はい、これです。じゃあ PVC どれですかとですね。まず見たときに、あ、ここに1個、あ、これ2連、2連だ、2連の PVC だ。そしてここにありますよ、と。PVC があるよってことがわかると思います。じゃあ23、23AVF どうですか ?23AVF は 上向いてますかね。上、上、上。上向いてるから、新規部だってわかるわけですよ。あ、新規部の方向にいるなと。そしたらですね、胸部誘導、これパッと見たときに、あ、これどっちかな右脚ブロック型から左脚ブロックかなと。モルフォルジーが結構 QRS と似てるやつなんで、あ、これ左脚ブロック型だと、V1 の R も言ってないから、これ左脚ブロック型だなってことが予想つくわけです。そしたら、あ、右質だなってわかるわけですよ。左脚ブロック型は右質で,ですよ。と右質ですよ。 だから、あ、これ、この辺にいるんじゃないのなんてことが想像がつくわけですよ。この辺から出てくると、2、3AVF では陽性になってくるよ、ということで、あ、なるほど、物質の基部だ、ということがわかるわけですよね。えー、すごいね。じゃあ、ゃあ次行きますよ。で、まあ、ここからですね、これ、連発してる、あ、の、生脈、えー、PVC が出てるんだよ、ということですね。じゃあ、次にですね、また危ない PVC 見てもらいますよ。じゃん。 はい、これです。どれが PVC ですか、ね、じゃあ PVC って読むの簡単じゃないですか。これが PVC ですよ。でこれが3連ですよ。じゃあ、おお、これ PVC3 連ですよー。とかって、え、ど,うどっからこの PVC 出てんのって、こっちから出てないと。じゃあ、胸部誘導で、これはあ R が高いから、あ、これ、 えー、う客ブロック型だと、あ、これ少なくとも左室側から出てる、左室から、差質側からの PVC が3連出てるよっていう風に分かるわけですよ。で、どうしてもですね、新規部か新生部とかって知りたいじゃないですか。で、これ知る方法がですね、まあまあ簡単に、すんごい簡単に言うと、PVC って多分何回か出るので、もう12度新電図ずっとくっつけておいてですね、それで PVC が出た瞬間、出て出るかって、その、まあ、予想してですね、あの、取るということで、PVC を本当にこのモルフォロー そのどこから出てくる起源を知りたければとにかく12誘導を重ねてですね、あの捕まえるまで撮るということがすごく大事なんですよということなんですよ。じゃあですね一番初めに見たですね、心電図をちょっと皆さん見てもらいますよ読めるかな。 いますよこれですよ。パッと見たときに、これ、この心理図読めないなんていうふうに思うかもしれないですけど、もともとの形がこれですよ。もともとの形がこれ。じゃあ、PVC どれですかっていう問題ですよ。まず、形が違うものを見つけましょうね。と。はい、PVC これです。これも形違いますでしょ。これも違うでしょ。これも違うでしょ。これも違うよね。で、これがもともと PQRST、p q r s なんで、あ、 これが違うってことが分かるわけですああ、これも違うなってことが分かるわけですあ、だそしたら、あ、これ PVC だってことが分かるんですよね。じゃあですね、私たちいいですか ?PVC って言ったらですね、もう得意じゃないですかどっから出てんのってやつですね。いきますよ。2、3、 AVF で、お下下向いててるるよ、よ、から出てるよとで。もしこれが一緒だと、こっちの方がね、まず一緒だとすると、これこ、セットになってるんで、あ、これ見て、V1 の R が高いから、右脚の方だと。そうすると、下の右脚の方だから、差してたから、1個目の PVC はこっちから出てるんだぞっていう想像がつくんですよ。あっちまでも想像ですよ。いいですかそれで2個目の PVC は、あ、 これも下向いているなっていでえっ、ー、とこれどっち型かなっていうとむしろこっちの QRS 波形と似てるからあ左脚側だって言ってですねああってこっちだっていうふうに分かるわけですよ。 すごくないですかそうすると、あ、この人は新線部側で、右室側からも左室からも出てきてる。例えば、こっちで言ったら、えー、っと、1個目が左室、右室、左室、右室みたいな感じの二段脈になっている重入動心電図ですっていうことがわかるんですよ。超簡単ですよね。ね、さあ、次行きますよ。 なので、本当は読めないなんていうのを思ってたやつが、簡単に読めるようになってしまうわけですよ。もちろんですよ。私これパッと見てですよ。これがですね、この、この、この2つから来てる、パンと来てるなんてわかんないですよ。とりあえず PVC って見た後に、あ、どっから出てるんだなって,っていちいち考えてるんですよ。皆さんと一緒ですよ。ですが、これ、僕の頭の中で出てることをただ単にやってるだけなんですよ。いいですか次行きますよ。次もですね、超危ない PVC ですよ。これですね、もっと 最も危ない PVC v C。最も危ないそんなことないから。えっ、ー、と、危ない中の危ない心電図ですよ、これ。いいですかこれで PVC どれですかって言うんですね。この心電図何ですかって聞いた方がいいかもしれないですね。この心電図何ですか皆さん。うん。わかるかなわかるかなわかるかなわかってほしいんですけど、これですね、23AVF で ST 上がってるんですよ。 23AVF で ST 思いっきり上がっていて、こっちがですね、胸部誘導で下がってる、胸面像が出てるんですね。これですから、これ、下疫の心筋梗塞なんですよ。下疫の心筋梗塞の人に、ここに PVC いるんですよ。これ。ここに PVC いるんですけど、いいですかこれ、P、この Q はこ、これがですね、この QT がめちゃくちゃ伸びちゃってるんですよ、こんなところまで。 RR で,で、この QST の T のこの回復のところに、見てください、こうところにここに PVC がボーンと入ってるやつですよ、これ。ボーンって、うこういうの連結期が短くなってるって、もう RONT になってきてるわけですよ。ですから、これめちゃくちゃ危ないやつですうわ、やばい。R VT に走っちゃって VF とかになっちゃったりするやつですよ。ですから、心筋梗塞の急性期って不整脈で亡くなられちゃう方って多いんですけれども、これなんですよ。PVC が出てきちゃうんですよ。うわーって、これめちゃくちゃやべーって,って、僕たちもすげえあの、 救,救,救急外来で焦るやつですよ。ですから私たち心筋梗塞の患者さん来た時に必ず心電図をモニタリングして、移動、家庭テですに、ね、移動する時もですね、どんなことが何か起きてないかっていうのはですね、見たりします。で、それがですね、この PVC ですけど、じゃあこの PVC ですね、あの、まあ、まあ、急性心筋梗塞のこの PVC どっから来てるなんであんまりそんなこと考えないんですけども、とにかく血管をですね、あの、詰まってるのを再管理したいんですけど、まあ、ですね、ちょっと見てみましょうと、これはですね、23FF で上向いてるから新規部だよと、そして これが、えー、あこ,れこれも,も PVC だったね。どっち向いてるんかっていうとどっちかというと左脚タイプですね。ですから右質の、えー、新規部の方上の方から出ているんだぞということが分かります。 これですねあの学術的にはどうなこと,とこっちの民間動脈の方でですねこっちの右室ーのこの下壁の方ですね下壁の方が心筋梗塞になっているんでそこの辺からですねその 血管が詰まっちゃってることによって、なんかこう、電気障害が出るわけですよ。拒絶による PVC が出てきてるっていうですね、非常に危ないものですよということです。じゃあ、この急性期ですね、心筋梗塞の急性期の PVC はどうやって治療するんだって知りたくないですか ね、こんな心電図が RONT 出たら危ないって分かるわけですよ。うわ、これ危ねえよって分かるけど、このまま心電図で読みに行っちゃったら、いやいや,いやちょっと待って、この,の RONT 出てきたらどうするのどうやって治療するの教えてよってなるじゃないですか。それが次のスライドです。いいですかよく覚えておいてくださいね。私たちこんな治療します。こんな,な PVC を見たら、うわーって思ったら、あれ持ってきてって言うんですよ。それがですね、こちらです。あれっていうのはですね、 まずですね、急性心筋梗塞の PVC、あんな r 1 t 見た場合ですけどね、まずですね、リドカインですね、リドカインですね、リドカイン。 リ、リ、リドカイン。リドカインを持ってきてね、もうとにかくぴュっと IV しちゃいます。ですね。あのー、を使ったりします。で、それでもなかなか抑えられなくて VT になったらアミオダロンとか、ニフェカラントとか、プロカインアミドとかっていうのを使ったりしますけど、あのー、ですね、これがですね、急性期の新筋新筋高速、急性新筋高速の PVC に使う薬です。じゃあ、PVC をですね、 予防するものですよ。PVC を起きなくしたいじゃないですか。例えば、心筋梗塞で、あの、やばい。これ、心筋梗塞で PVC 起きてなんか大変になっちゃうよと。なんとか予防。急性期になんとか PVC を予防したいんだっていう場合にはですね、ベータ遮断薬がいいんですよと。出ちゃった場合にはリドカイン。予防するにはベータブ、ベータ遮断薬だというふうに私たちは使い分けてますよということです。じゃあですね、心筋梗塞の急性期は変わった。わかったと。急性期の PVC はわかったけど、慢性期の PVC どうすんのかと。 言われると、こんな薬を私たち慢性期の PVC に対しては使います。それがこちらです。アミオダロン、メキシチネン、それからソタロ っていうののでですすすねね使ったりしますとあのーですね、でここでですねこ、ここをちょっとよく覚えていてほしいんですけど、実はですね、PVC を抑えるような、この、とか PAC を抑える薬でですね、一群の抗不整脈薬っていうのがあるんですよ。これがですね、実際にアプリンジンとかシベンゾリンとかプロカンアムのプロパフェノンとか、プレカイニトっていうようなやつがあるんですけど、例えばあの心房細動をですね、あの抑える薬としてもとしても使うんですけど、例えば心筋梗塞のうちで心房細動になっちゃって、なんとか普通の脈に戻したいと言ってですね、この一栄普通 抗生脈っていうのを使うんですけどこれですねこれ注意なんですよ予後を悪化させる可能性があるので進めないと。 いうことで,すですから、心筋梗塞を起こしてしまった患者さんの PVC、もしくは、まあ、ちょっと話が飛びますけど、心房細動ではですね、あまり一英分は使わないです。どうしよう,う,しようもないって言ったときね不整脈の専門医に私も意見を聞きます。専門医の先生、私の尊敬する不整脈の先生ってたくさんいるんですけど、その中の原田先生って言って、素晴らしい先生がいるんですけど、原田先生って言って、原田先生、原田先生って、どうしましょうって言って、原田先生が OK 出す,の出すまで私は治療しません。 あの治療しても1は使わないですね基本的には、あの、ベータブロッカーを使うことが私は多いですけれども、あの、ベータブロッカー、アミオダロン、アミオダロンですね、使うことが多いですね。あのー、本当にハイリスクの場合にですね、っていうふうになります。さあですよ、いいですか。もう一回ですね、この、重入度ド読、いきますよ。あ,あのー、今までですね、もう頭が破裂してると思いますので、私ちょっと休憩したいと思います。 あの残り10枚あります。残り10枚ありますけれども、さっきの十二、えー、道と全く同じもんですから、もう復習だと思ってください。あのちなみにですねあの、これ、博多通りもん。博多今ちょっと僕、おやつ休憩です。博多通りもん、僕大好きなんですよ。たまたま今、あの、あったんで。超おいしい。あぁ。 さいますよ残り10こいきますよ,残り個いきますよもうトレーニングですから何回も何回もトレーニングしていきますよとじゃあ PVC どれですかね <laughs> もう PVC どれですかって言って簡単ですよねこれですよこれですよじゃあこれどっから出てんのんどっから出てんのって,言,って言,言葉が悪いどっから出てますかってね 2,3AVF で上向いていたら、ど、ね、どっちを指してるんでしたっけ上だよって教えてくれてるわけで、超簡単ですよね。だから、新規部が決定ですよ。で、新規部が決定で、あ、受けブロック型と、そうすると、左室の基部型、あ差室の基部の方ですね。あ、左室の基部の方なんだってことがわかるわけですよ。あ、この辺かななんてね、適当にポチンと。そんな感じです。はっきり言って。ね。超簡単だよね。 じゃあですね。うんと、次いきますよ。じゃん。あ、これ PVC どれですかって。あ、なるほどね。と、これさっきと一緒でしょ。二つ PVC の形があったね。と。で、こっちにはないね。と。で、あ、こっちは左脚型だと。こっちは右脚型だと。はい。左脚型。はい、右脚型ってことがわかりますよ。以上。超簡単でしょう。だけど、まあ、それだけにはいかないので、ちょっと普通の心電図読んでみますよ。と。これ大事な所見があって、これ、異常級なんですよ。 V の1から4まで異常9があるので、この心電図診断は何ですかって言われたら、PVC だけじゃなくて、PVC プラス全壁の OMI がありますよ、ということですね。ですから、これ全壁の OMI で PVC が出てるタイプですよ。ですから、ちょっとこれ気をつけなきゃいけないんですよ、と。基質的疾患があって PVC があるから、あの、不整脈の有無っていうのをですね、臨床的に確認していく必要がありますよ、ということです。じゃあ、 いいですかこの PVC がどのぐらい出てたら危ないんでしたっけですね。まあこれはちょっと心筋梗塞ですけれども一般的に心筋梗塞がない人でもどのぐらい出てくると心筋症の可能性が出てくるんだったんですかというとはい1日に1万個以上あると心筋症ですね。 になってしまう可能性があるので気をつけましょう。もちろんですね、あの、OMI ですね、心筋梗塞後の人で1万個以上ある人もちょっと気をつけましょうね、ということです。さあ、次の心電図いきますよ。さあ、どんな心電図が出てくるかなとさあ、ですね。まずですね、調律は、不整脈、あの、心電図、重入度心電図をですね、 普通にちょっと読みたいんですよ。なぜかというと、私たち12度心電図見て、PVC はい、終わりってわけにいかないんですよ。ですから、残りのこの10枚、あと残り8枚ですけれども、12度心電図を普通に読んでいきますからね。よいですか皆さんついてきてくださいね。で、まずですね、同調率です。そして、脈拍が300、150、175、60。そしてから、プラスプラスで軸は正常。そして、異行体はどこかと言われると、異行体は V の4号ぐらいで正常でしょうと。 で、PQ は異常がなくて、くてえー、P 波も右毛負荷、砂防、砂防負荷、砂防負荷ありそうだね。ちっちゃくて僕もわかんないわ。1ミリ1ミリ、砂防負荷っていうのはここですね。このマイナスの成分が1ミリ、横1ミリ、縦1ミリですね。ここですけどね。これこれこれ。えー、っと、これ。があると砂防負荷ですよということがわかります。そして、異常急波があるかと言われると、異常急波はなさそうですね。 異常急波はないです。で、左出肥大が QRS ありますよと。左出肥大がありますけれども、右脚ブロック、左脚ブロックはない。それから ST 上昇加工はないと。なので、この心電図は、この心臓というのは基本的には左出が肥大してますよということが想像されるわけですよ。さあ、その人が、あ、PVC があるよということですね。あと1個、あ、2個、あ、3個あるなと。 いうことが分かりますそれで「あこれどっから出てんのかな?」って言われると「あ下から出てるわ」と「新選部であこれ右脚ブロック型だと「あっ室の方から出てるわ」ってことが分かるわけですよ。そうすると「ああれ?と」待って「これこの PVC ってもしかして1万個以上あると心筋症みたいになっちゃって差出肥大を起こしてるんじゃないかなんていうことが想像できるかもしれないじゃないですかだからですね一日のですね PVC の数知りたいんですよ。じゃあどうやって知るんですか そう。24時間の心電図、ホルター心電図をやると、あのー左室、あの PVC の数が分かるわけですよ。連発してるかもしれないし、PVC の数が1万個とか、その、出てくるわけですよ。例えば2万個とかって出てくるわけですよ。そしたらですね、あ、治療考えた方がいいな、っていうふうに思うかもしれない。思うんですよ。で、あと大事な心臓の超音波ですよね。心エコーをやってみて、実際にこの左室の動きがしっかりしてるんかどうか、これが一番大事ですから、まずですね。で、も,もしかして分かんないですよ。例えば、高血圧がたまたまあって、左室肥大がある かもしれないですよ、ね、そこはね、重乳度心電図からではなかなかわからないですけど、重乳度心電図からだって、これ、こっち5秒、えー、こっちら10秒で 3, 個 3, 3発出てるわけですから、あのー、ね、1分間に30ぐらいいっちゃいますもんね,ね。なので、この人ちょっと危害収縮が多いなという方です。さあ、次のですね、重乳度心電図読んでいきますよと、まずですね、調律は、調律は心房細動ですよということがわかります。で、あのー、熟はプラス、 プラスで正常。異行体は V の3、4ぐらいかな。で、えー、P 波の形はもうわからない。P9 時間もわからない。異常級はない。ない。えー、これスモール Q。異常級ではないですよ。ないですよ。と。で、こっちも R 波がどん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 出てくるので、異常級波はございません。で、えー、QRS 波形がこれが26あれば、 20ちょっとでね、ないね。だから、差出被大はないよと。で、ST 上昇下降もなくて、QT 延長もない。さあ、その時にあー、T 波ね。T 波は基本的には上向いてればいい。全部上向いてる。よし。T 波も OK。そしたら、この人は、あ、ここにあるよと。ね、気外収縮が出てますよ、ということで。ですから、この人は、基本的には心房細動調律で、心房細動調律で、気外収縮が新規部。どっちからかがわかんないけど、ポチンと。 出てくるというような心電図だなということが、心臓だなということがわかるよということです。いいですね。どんどん力がついてきますね。では次いきますよ。残り6枚。さあ、心電図を読みますよと。これ脈遅そ,そうだね。300、150、175、60、50。動性の徐脈ですよと、まずですね。心拍数が50以下動銅性の徐脈。それで、軸がプラスプラスの正常。異行体が V の2、3ぐらいです。で p 波の形は、ここは正常です。で、pq 時間の延長もない。異常急波は、ここもなしですね。異常急波がない、えー。これはアーチファクトです。で、qrs も、えー、肥大も、右脚ブロックも、左脚ブロックもない。それから st 上昇も、下降もない。で、rr の2分の1 2に入ってくるので、qt 延長もない。そうすると、この心電図診断は、 寝室の気外収縮と同性の除脈ですよということが分かりますよとで。じゃあこの気外収縮どっから来てるのかって言われると 23AVF だからあ上の方から来てるな。で,でこっちの胸部誘導の右脚ブロック型が高いブロックかわ分からないけれども。 あの新規部の方から来てるなということがわかりますよといいですね。どんどん力がついていきますね。残り5枚です。さあ行きますよ。あ、じゃあはいこれを読んでみましょうと言った時にですね、あこれ脈がすげえ開いてるから虚脈じゃんなんていうふうに思わないでくださいね。 予想されるよりも早いもの、危機い収縮、PVC があった時には、一旦スーッと開きますからね。で、PQRST、PQRST です。じゃあ、実際は、えっ、ー、と、300、150、175、60、心拍数60です。60で、プラスプラスね、正常軸で、移行体はどこかと言われると、移行体はもうこっちの方に来ているので、これは反時計回り回転の、えー、ですね、移行体が反時計回り回転にありますよと。で、P 波は、えー、高さも 正常で深さもないので、うぼう負荷、砂防負荷なしで、PQ 延長なしで、9波、えー、これちょっと9波にも見やすいけどね大丈夫でしょうないね異常9波はございませんそして、えー、QRS 波形も正常で ST 上昇加工があるんかと言われるとなんかこの辺ちょっと下がってるようにも見えるよね ST 低下があるね,ね ST 低下がありますで T 波、T 波はここ上上 でここは無視して大丈夫。上向いている。で、V1V2 までの陰性 T 波は OK です。ここから下は全部 T 波は上向いてなきゃダメですよということですね。T 波も OK ということですね。なので、心電図診断はこれ何かというと、えー、半時計回り回転と PVC ですよと。じゃあ、この PVC どこから出てますかというと、2、3AVF で上を向いている場合にはどっちだし、どこでしたっけそう、心臓の。 基部側ですよとアウトフローとかっていう人もいますけどね。英語で言うとアウトフローとかっていうんですけど、新基部側。そして、ここ、これを見ると、この波形は何かなっていうと、どちらかというと、私は左脚型だと取りました。私はね。左脚型だと取ると、どっちかというと、右質側ですね。ですから、この辺かななんていう風に。 思います。まあだけどですね、細かいこと言うとですよ、すごい細かい、これ合ってるかな細かいことを言うとですね、あのー、AVL、こ、こっちだと AVL がプラスになっちゃうんですよ。AVL さんから見たら、まあ、あのー、プラスになっちゃうじゃないですか。ところがですね、多分同じし左質の、あ、じゃない、ね、左脚ブロックだ、ごめんなさい、左脚ブロックこっちね、こっちね、間違えた。僕間違えた。あ、間違えた。 これ、左脚ブロックだから、右折側だよね,ね。ありがとうございます。僕、間違えました。こっち側から出てくるわけですね。あのー、あなんか間違えた。ショックが。ね。でも、これ、ちょっと不整脈の専門の先生に聞いてみたいな。なので、これ、基本的には、えー、先ほどの、うんと、RVOT ですね。右折の、うんと、新線部側と、ね、いうことですけど、なんかちょっと違う気がするな、これな。不整脈の専門の先生に聞いてみたい。よし、次行きましょう。 だか、ね、らこれ、心電と呼びますよというと300、150、175で、えー、心拍数が75でプラスプラス,プラス正常移行体がん移行体はこの辺かなよしそして P 波は、えー、異常なし p q 時間も大丈夫異常急波がえー、っとですねこれ異常急波なんですよねここが。 ここにもスモール Q がありますけどね。異常 Q がそして R ハの、えー、R 波はね、こっちは良いでしょうと。これは右客ブロックタイプですね。もともと顧客ブロックなんでしょうね。逆ブロックがあるんだ。右客ブロックがあって、で、これが PVC。で、PVC、うーん、これ顧客ブロック。この、これ、 あのちの右脚ブロック、まだねやのなかなか難しいかもしれませんけど、右脚ブロック型、右脚ブロックにはっきりとした診断でもないけど、みたいなやつをですね、この寝室内電動障害みたいなことを言ったりするんですけどね、これ、右脚ブロックなのか、寝室内電動障害なのか、ちょっと僕もちょっとわかるんですけど、こういう、これ,れ,れ PVC、きれいな右脚ブロック型、なので、えっと左出の方から出てるよと。 いうことが想像できますよねこれ新規部か新選部の方かはちょっとわからないですけれどもああう客ブロああう客ブロック型なんでもうダメだこんがらがってる左質右脚ブロック型は左質 <laughs> 全然ダメだねちょっと休憩しようさっきの一個前の心電図でちょっとなんか自分がこうなんかちょっとお「おおお」引いちゃってるんだろうねね二2回連続間違えちゃった ね、でああこれ逆,逆電動の P って書いてあるこ,ここね逆電動の P あこれどういうことかっていうとあの右、ー、ブロックの、ね、左,左脚側の方あるじゃないここから PVC がポチンと出るわけですよでいろんなところにこう伝わっていて基本的にはこっち側に伝わっていくんですけどこういうふうに逆の方に深棒に登っていく逆電動の P がこういうところにも見れますよと、ね、いうことですよいですか さあ、いきますよ。残り3つ。次はですね、危ないやつですよ。連発しているやつ、いきますよ。さあ、いすか。連発している心電図。この心電図、パッと見せられたわけですよ。さあ、皆さん、どう読みますかということですよ。さあ、いきますよ。まず、基本調律は PQRST、PQRST で、PVC、PVC が2連、PVC が1個ありますよ。と。基本調律は同調率です。そして、プラス、プラスマイナスぐらいの正常軸で、飛行体は、 この辺かなちょっとわかんないですけど、こっちかもしれないけど、まあ、いずれにしろ、移行体の変異はない。それから、ここ高さが2.5ミリ以上あり,そあ,のありそうなので、これ、不合負荷がありそうです。で、えー、砂防負荷はこっちはね、あの砂防負荷はないです。P9 時間は正常です。P9 時間は正常だよと。そして、えーと、異常急波は、異常急波は、 大丈夫そうだね。異常急波はない。そして、えー、QRS はこれ、ボルテージがこうやってくっついちゃってるようなやつは私はもう左室肥大で撮ってます。なのでこの人、左室肥大がありそうだぞと。この心臓はどうやら左室肥大が少しありそうだよっていうふうに思います。で、えー、ST 上昇加工。ST 上昇加工。なんか、えー、っと、これで、ね、大丈夫そうです。それから、えー、T 波。T 波も基本的には上、上。 上向いてるねでこっち全部上を向いてる T 波の異常もないで QT 延長も RR の2分の1を過ぎてないのでないんですよと。なので心電図診断は LVH があります。そして PVC。を PVC がどうかって言われたらですねえっ、ー、とまずですねどっからこの PVC 出てるのかって言われたら 23AVF が上。 だから、そう、新規部から来てるわけですね。新規部から PVC、さあ、これ、えっ、ー、と、右質なの、左質なのって言われたら、あ、これ、左脚ブロック型だから、左にひっくり返して、左脚ブロック型だから、あ、えっ、ー、と、右質側だってわかるわけですよ。ね。ああ、この辺から来てるのかな、ということですね。RVOT っていうんですけどね、右質側の、えー、基部の方の えー、気収縮だよということが想像されますでこれもこれが高血圧に伴って酸質肥大が起きているのか PVC の数が多すぎちゃってあのー、何気害収縮になっているのかということですねでこれ興味深い点があって、うん、と PVC の後とにスーッと伸びるじゃないですかそういうフェーズもあるんですけどここ,ここ見てくださいこれほとんど 同同じ R R が同じ感じがが感ででポチンと PVC 入ってんですよ、ね、これ、これ、貫入性の PVC って、っ僕間違ってるかもしれない。貫入性の PVC とか、機械収縮とかって言うんですけどこれ、これ面白いなと、なんか僕は勝手に思いました。で、この貫入性 PVC の、ちょっと僕ね、合ってるかどうか、ちょっと、ちょっと自信ないですけど、これってですね、自動の興奮って言って、えー、っと、不整脈の基餓って、大きく、大きく分けてですよ。 大きく分けて、えっ、ー、と、なんか3つぐらいあるらしいんですけど、えっ、ー、と、リエントリー回路っていうやつがぐる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 回るやつか、自動の興奮っていって、自分その1個、その細胞みたいなやつが関係なくポチ,ポチン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 って出るやつですよ。で、これを見ると、QRS と全く無視してポチンと出てきてるんですよ。で、こっちのやつって、こういう風に伸びるやつっていうのは、この PVC がポチンと出た後に、何らかのですね、 信号がボスののののととこころピーハに行くんだと思ってます僕的にはだけどこれはですね全く全くこれがボスに伝わってない伝わってないからボスだけは何も起きてないように打ってるわけですよこれこっちはこういうのを「貫入性」って言うんですけどもあのー、ねそれが面白いなってこっちはボスが認識してこっからピーを打って ここに P 波がある。伸びてるわけですよ。で、これは貫乳性で伸びてないって面白いなっていうふうに、ね、思いました。さあですね、行きますよ。器質的疾患に伴う PVC の治療っていうのは、送心拍の10%以上で、β 遮断薬、アミオダロン、メキシチレン、それからアブレーション、ICD を使ったりしますよということです。さあですね、次の心電図いきますよ。3連のですね、めちゃくちゃ危ない重入道心電図を見てみましょうということです。 はい。こちらがそうです。もう、パーっとこれ、もう目がいきますよね。はい。これ、PVC の3連ダートなので、これ、ノンサス NSVT だっていうふうに言います。じゃあ、この心電図を読んでみましょう。えー、300、150、1 75、60、50、50ちょっとの心電図、あの、脈拍ですよ。で、プラスプラス正常移行体は、V の、えー、どこだ、この辺かな。 なので、移行体は正常で。で、P 波は、ここに砂防負荷があります。砂防負荷があって、砂防がでかいんだって。ちょっとでかすぎかな、これ。砂防がでかいです。で、P9 時間は、A、正常で、異常急波は、異常急波は、これスモールだね。異常急波はないです。それから、差質肥大はね、ありそうです。砂防もでかくて、差質もでかいですよ、ということが分かってます、ね。で、ST。ST、低カーるね。 st 低下がありますそして t 波 t ハはあーこれフラット t、えー、上上上上上上上,上,上,上いいでしょうねまあここを取れば t 波が平坦が1個ありますよとそしてえー、っと qt 時間ですね qt 時間延長はなさそうですねと いうことが分かりますので、この機外収縮でその、この心電図診断は何かと言われたら、砂防、肥大、砂質、肥大、砂防、肥大、砂質、肥大と PVC3 連、ノンサスの VT ですよという診断になります。じゃあ、このノンサスの PVC、どこから出てるのって言われると、右脚ブロック型なんで、あ、砂室の方から出てるよと。うわあ、なんかこの心臓悪そうですね、やっぱりね。肥大があって、PVC があって、砂防も悪いんですよということですね。 ということが分かりますよと。じゃあ、あのですね、次いきますよ。あの、危ない PVC ね、こう3連っていうのは危ないんですけども、急性心筋梗塞の PVC ってすっごく危ないんですよっていうこと。じゃあ、どうやって治療するんですかっていうと、リドカインを使いますね。アミオダロン、ニフィカラント、プロカインアミドを使ったりします。で、PVC の予防の時はベータブロッカーを使いますよっていうことも先ほどやりましたよね、ということです、ね。で、PVC がですね、これ、急性期なんですけど、慢性期を、ね、超えた。 ですね、例えば心筋梗塞を起こして3ヶ月後ぐらいになって PVC すごい増えてんだよさあどうすんのとで、ね、すごく PVC の数が多くて1万個以上あるとか連発してるよとか運動不荷試験で PVC がパラ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 出てきてしまうよっていう場合なのはアミオダーロンを 考慮しますよということで、その時に大事なのは、一英軍の抗不整脈薬は使わないでくださいねと、あんまり推奨されてないんですよと、過去にですね、こう臨床試験やられたんですけれども、一英軍ですね、心筋梗塞の後の一英軍ですね、あんまり長生きしてなくて、かえってですね、寿命、不整脈を、かえって不整脈を起こしちゃってあの、かえって寿命を縮めてしまったっていうような反省があるので、あまり投与は進められませんということです。では私,私たち、最後いきますよ。PVC、めちゃくちゃ危ない PVC、さあ、 ね、この心電図を読んでみましょうと。こ,うですこれで脈がですね、えー、これピー波がないから見えないから難しい。3百0十5 0 175、60、3百0十5 0 175、60。これなんか脈がこう伸びちゃったりしてるんで、ここ、ああ、これ P 波がいるね。ここに P 波がいてピー、ピ P、ピうん、P、P。えー、と、ここで落ちてるんだね。これ多分ですけど、 落ちてここで PVC、P 波が落ちていて、この PQ 時間が違うんで、多分ですね、これウェン、多分ですよ、ウェンケバッハタイプの AV ブロック、もしくは、えーそうね、ウェンケバッハタイプの AV ブロックと私は読みました。ねえー、2度の AV ブロックがあります。そして、うん、ともうこれもう著名にですね、ST 上がってますけれども、 ST が上所 23AVF で鏡面像があるのでもうこれ下癖の心筋梗塞がありますよとそして PVC が出てますよで PVC はここが RONT で非常に危ないですよねここのこの辺にもう PVC が入ってきてますからもうかなり RONT に近いですよとじゃあこの PVC どっから出てるのかと言われると 23AVF で陽性が基部の方ですよとそしてこれ左脚タイプなんで右質の方ですよと 物質の基部の方から出てきてますよということですね。で、下壁の心筋梗塞ですと。下壁の心筋梗塞を起こしていますよというような心電図で危ないですね。RONT が出てますよと。じゃあ、このような生脈を見たら、私だったらまずリドカインを常駐。で、50mg、てだったらまず。 しますすとということですじゃあ最後にですね PVC のですね一般的な圧倒的に PVC の数として多い治療ですよ例えば健康診断で PVC を指摘された、えー、問題ない、えー、心臓の超音波やっても大きな問題はなかったんです PVC を認めました例えば実はですね95%以上にです、ね、普通の方ですよ何の心臓も問題ない方にホルター心電図っていうのをくっつけてみると気概収縮がかなり 9割方にあるらしいんですよ9割から9割5分ぐらいにあるらしいんです。なので PVC って誰もが持っている可能性があるんです。その気質的疾患を伴わない PVC ですね。一番頻度出会う頻度が高いんですけども、じゃあこの気質的疾患を伴わない PVC はどのような治療をするんですかと言われたらはい抗不整脈薬の投与は基本的には行われない。 とということですで今日は PVC の話をしましたけれども PVC にモニターで出てくる PVC っていうのは比較的簡単でしたそして12度ですね計20枚2回読みましたけれども PVC の起源ですねモ,ルフォモフォルジーとかっていうんですけど PVC の起源がどこかっていうのは循環器内科医が結構考えているんですよとで皆さんです、ね、これはちょっと非常にレベルが高かったかもしれないんですけども将来出くわした時に うんとですね、あの、今わからなくても、あ、この動画でそんなこと言ってたなっていうことを思い出せばですね、いつかは必ず役に立つと思いますので、あの、そんなことも覚えておいてください。で、もちろんですね、PVC 全体の治療もですね、あの、今日全部解説しましたので、あ、こんな感じで治療をあのやってるんだなっていうことも理解できたらいいなと。もちろん一回ではですね、理解できないと思いますので、繰り返し動画を見てもらったり、あの、本を読んでもらったり、ガイドラインを見てもらったりする

분 라시 베스데.